こんにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。古いブリッジを外し、そして削られた歯、犬歯ですね、それを見るとここに虫歯の取り残し、治療してない虫歯がそのまま残されたままかぶせていることが分かりました。このようなケースをよくあります。そしてこれを除去していきます。神経生きています。ですが麻酔は一切しません。鏡で反射させ虫歯のところを除去していきます。これを麻酔して削ると削りすぎます。そのポイントは何かということですね。削りすぎない。皆さんは歯医者の先生はやってくれると思いますが、その削りすぎか削りすぎがないか誰が決めるのでしょう。麻酔をしてたら全く分かりません。私は麻酔していませんので、その感覚の差、患者さんが決めるということです。そしてゆっくり丁寧に虫歯を除去していきます。ご覧のように虫歯菌を見て削っているわけではありません。これを麻酔してしまうと一気に短時間で削ろうとし除去しようとしますから、健康なところも含めて全て除去し、中には神経が出てしまい、その場で神経を取られたということで患者さんが相談に見えることもあります。麻酔をせずに虫歯を取ることは十分できます。麻酔がいかにトラブルが発生しているかということを患者さんの悩みを聞き相談を受けると、かなりその原因が分かってきました。皆さんも歯を大切にしてほしい、自分の歯を大切にしてほしいと考えましたら、麻酔をせずに虫歯の治療を行っていただく歯医者を探すことです。痛いのを我慢するのではありません。痛くない、痛いことをしないというのが私の麻酔をしないということです。そしてこのように水を止めて削ることも行います。患者さんは痛がっていません。痛がっていたら歯が動き、頭が動くわけです。その精度を高めていく治療を行っております。歯でお悩みの方、麻酔をしない方も相談のみでも十分対応いたしたいと思います。